はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、特殊能力特大ということで、犬神コロネ水着の活躍度が特大になっています。これでおはじきがちょっとねワンチャンあるんじゃないのか。僕はですねボタンさんに勝った回数128回まで来ました。そしてトア様に勝った回数は11回ということで、いよいよ12回倒してなんとかですねペコーラのねスキル2を解放して、さらにトア様のスペシャルアイコンゲットしていきたいなと思ってます。さあ手持ち元気ドリンクでなんとかいけるのか。さあそしてダメージランキングの方もですねかなり離されてきてるんで、ここの追い上げもねやっていきたいなと思います。なんとかアイコンまで行きたいんだよね。さあ来ましたね、いよいよトア様のレベル12最終決戦ということで来ましたよ。レベル12 HP120 万ということで、かつて最高の HP、 異次元の HP となっております。だからここはやっぱりね特大待たないとちょっと厳しい。さあ今日はですね特大でどれぐらいダメージがアップするのか、そのあたりについても見ていきたいなと思います。さあ今までに対してどうなんだ、今回やっぱ HP も上がってきてるしね、コラボということで少し今までいつもよりも倍率高くねアップするんじゃないか、そんな期待していますけども、まあでも今回もともと特攻がねたくさんあって強いんだよね。さあ僕はですねガチャからなんとかね運よくキャラゲットできたんで、まあおはじきに対してはフル特攻でやっていきます。さあなんとかね行きたいところ。さああやめさんどうなの。さああとはミッションがねうまく乗ってくれるかどうか。さあスバルさん、さあミッション来て、もちろんこれは危ねえ危ねえ行きましたね。さあそしてコロさん、さあ特大来てます。ここでミッション来た、ただちょっと配置は微妙っすねさあなんとか行ってほしい。さあ今回倍率 1.25 倍、結構出てるね。これはちょっとワンチャンあるんじゃないの、これはでかいよね。コロさんただでさえ強いのにここに来てすげえ1体で10万ダメージぐらい出る、これはちょっとね配置によっては化けますよ。さあどうなの。さあどんどん行きましょうか、30分ね時間もやばいんで。さあフルパワーでいきます、もちろんフルパワーでいきます。さあお嬢、さあどうなの伸びる。まあ今回ねおはじきの特殊能力アップがコロさんだけということで、できればね他の方々もねアップしてほしいような気がしましたけども、さすがにそれはやらないということで、まあ今までで言えばダブルゼータのねキャラのアップということで、今回そこが1体なんだよな。まあでもガチャからねこれ今回コロさん引けたのはでかい、5万来ましたね。ちょっとミッション来ないとね微妙。さあこれでトータルダメージ20万超えましたね、ワンチャンあるね。毎回20万超えてくれれば、まあ、ドリンクね6個ぐらいでいけるんで、272ポイント上限も上げてほしい。さあどんどんいきます、後半戦。さあミッション来ました。さあスバルさん、配置もこれ出るパターンじゃないかめっちゃ出るパターンじゃないか。おっと8万8000来たね。そして特大のコロさん、ミッション来ねえ、ミッション来ないとさっきのさスバルさんの方が出ることね。まあでも打ち出しからすごいな。そして6万5000か、ミッションなしのほぼ、はい、しょぼい配置でもこれだけ出るというのはかなり有名がある。だから今回ねおはじきに関してはコロさん
あるかないかで変わるね。コロさんがあれば正直他のキャラいなくてもなんとかなりそう。272ポイントこれマックスですね。さあフルパワーでいきます。さあ一撃必殺が来てほしい。ミッションと配置がね、コロさんで来ればスバルさんよくミッション来るね。さあ撃っていく、取っていく。よっしゃ52000。そしてお来たぜ。配置はまっすぐパターンか。さあこれは確実に取っていこう。さあコロさんかわいいよね。さあこれで来たぜ、9万8000来た。一撃で9万8000えぐいよね。もう特攻芸すげえな。さあこれでトータルダメージ来たね、来たね、26万5000。これ更新したんじゃないの。さあそして272ポイントマックスじゃないんかい。いきます。さあ残り16万、これでいきたいところ。いきます。さあ最高ダメージいきたい。さあスバルさん、スバルさんすげえ強いじゃねえか。さあミッション来たぜ。おっしゃ43000。そしておっとミッション来ないと。コルさん、さあこれ残り4万いったか。伸びる伸びる、いきましたね6万。さあなんとかですねレベル10に倒すことができました。やっぱりこの特殊能力特大はやべえ。もっと早く来てほしかった。まあずっと待ってたんだけどね。さあこれで372ポイント。さあそして必殺の秘伝書ゲット。さあいただきましょうか。まずはトア様のアイコンゲット、スペシャルアイコン。そしてスキルに解放の書、これが欲しかった、来たぜ。さあ早速ねスキルに解放していきたいなと思います。ペコーラ、デカプニを消すとそのデカプニが降ってくる。これはトリプルゼーターのこれはやばい。あれば特攻なしでもね余裕で勝てるんじゃないのか。まあここのステージはね攻撃力アップが使えるんで。さあそしてペコちゃんのスキルでデカプニが降ってこればね、まあ、非常に技ゲージも溜めやすい。さあでも HP 多いんでさすがのペコちゃんでもですね攻撃力アップ重ねがけしていかないと厳しいかなと思います。さあワタメン貯めてデカプニ降ってくるね、これ使いやすいね。さあ攻撃力アップ重ねがけします。そしてデカプニ作っておいてこのデカプニを消して船長貯めて撃っていく。大量プニ消し、おう120万ダメージすげえな、いきましたね。これはね今後もなんかいろんなとこで使えそう。やっぱトリプルゼータのバフ、そしてデカプに降ってくるはやばいね。
ペコちゃんはですね、まあ、育成してね、限界突破、おすすめです。この強力なスキル、さあこれでいきます。まあこのステージね、パワーダウンはあるんですけども、スキルは有効なんで、このデカプニ落としスキルはいい感じに効くんじゃないでしょうか。 60% なのでほぼほぼ降ってくるんだよね、このなのでもうデカプニ振りまくりです。だからすぐに技ゲージ溜まる、連発できるということで、これはやばい、これはちょっとほんとやばい。いろんなとこで使えそうだ。強敵攻略とかね。スコアタックなんで、もう逆にちょっと振りすぎて難しいんじゃないのみたいな。ほぼほぼデカプニが降ってくる。これはちょっとね、やっぱトリプルゼータ、やばいです。なので今回のペコちゃんは、かなり強力なキャラなので、まあ、ゲットしてね、限界突破、おすすめです。結構ドロップするんですよ今回ね。なので、まあ、結構頑張ればね、限界突破までいけるんじゃないでしょうか。さあそしてスバルさん打ち込んでいく。この回復のねスキルもいい感じです。そして連発していきます。連発できるんだよね、もう降ってくるからね。とにかくデカプニが振りまくる。さあこれで150万ダメージいきましたね。これはちょっとやばいです。さあなんとかですね倒すことができました。ペコちゃんすげえな。